どうも、ブヒケンです。本日は火曜日、作業を始めていきましょう。到着していたあれですね、これオイルクーラー、ミッションのオイルクーラーのホース、それと燃料のホース、この辺を取り付けて、そしてこれですね。とりあえずこいつをきれいにして、このボルトを再生しなきゃなんないんですよ。切れちゃってるんで。これもだけど溶接されて、なんかあれだな、とにかくこの辺を直していきましょう。で、ちょっときれいにしましょう。よし、そんな感じで、よいしょ。とにかくこっちを今度は急がないとっていう話ですよ。よしで、動いたら即っていう感じなので、こっちのシェビトロちゃんももうあとはエンジンをかけるだけ。通電テスト、ちょっと数箇所の手直しは残ってると思うんですが、で、あと配線が間違ってないかね、その辺を最終チェックしてから、で、この2台が動けば、入れ替えができるんです。エルカミをここに持ってこられるんですよ。なもんで、昨日エルカミちゃんのパーツをちょっと作り始めていたということですね。で、こっちも、細かいとこを終わりにしたという感じ。先にちょっと今日こっちからやりまして、こっちのシェビトロちゃんの室内ですね、ちょっと片付けてっていうところまで今日はやっていきたいと思います。それでは、はい、一応掃除して耐熱、そして今キャブのお掃除に入っておりますが、外観はね、綺麗にはなるんですよ。でも問題中身なので、で、一応ワンバレ、あれですね、ロチェスターのオーバーホールキットっていうのはうちにもあるんですけど、で、多分このくっついてるキャブが、これくっついてるので、50年から62年あたりのキャブだと思うんですよ。そうすると使えるオーバーホールキットがこっちだけなんですね。こっちとこっちは違う。ガスケットとかはほとんど一緒なんですが、多少違うんですよ、やっぱり。形もね、ちょっと違う、中のね、形がちょっと違う、こういうのとかね。なんで2つついちゃってるんですよ、これだもんで、両方ともオーバーホールするにはこれがもう一つ必要ってなってくるんですね。だもんで、一回これだ、何もしないで、ちょっとお掃除だけして、で、一回この状態でかけてみましょう。かかるんだったら別に問題ないんだったらね、いいんですけど、2つを同調させてるんで、分けてはいないよな。ちょっとそれでやってくしかないなって。外はね、いくらでもお掃除できるんですけど、中はな。片方だけオーバーホールしちゃうと、またそれはそれでね、キャブが一つだけだったらいいんですけどね。ちょっとこの燃料のこのホース、こういうのだけはちょっとね、交換していきましょう。あとフィルターもね、本当だったらガラスボールとかつけてあげたいんだけど、売っちゃったんだよな、この金に困って。もうないよな、ないな、ガラスボールのやつはないな。よし、そんな感じで、あと燃料からタンクから来てるところに一発フィルターを入れてあげたいんですよ。燃料ポンプとタンクの間に1個で、ポンプからキャブの間に1個、で、その、いつも僕がやるのはキャブの前、キャブのところに入ってるフィルターは見えるやつね、見えるやつ、ガスが来てるかどうかをここでいつも僕は判断するんで、よくこう中身見えないやつとかかっこいいやつあるでしょう、確かにあれかっこいいんですけど、中見えないとね、燃料来てるかどうかとか分かんないので、でいつもそうしてます。そんな感じだな。ここのやつあれ売ってねえかな、どっかなかったかな。そんな感じでちょっといろいろやっていきます。
パッと見綺麗になりましたね。でキャブも一応外側だけ掃除した。あとはどっかが詰まってない限り大丈夫だと思う。で燃料ホース、これのね、あの T のやつ探しに行ったけどやっぱなくて、しょうがない、これ使いましょう。ホースを変えて、で今オイルクーラーですね、ミッションの、その配管がつながりました。よし、でオイルディップも元へ戻した。うん、ちょっとエアクリーナーはこれについてなかったので、あ、届くパーツにあるかもしれないんですけど、まあ僕も持ってるのでちょっと乗っけてみました。で今燃料のラインを作ってるとこですね。でここから、こういう風に入る。でフィルターもちょっとね、これそこまで汚くなかったんで、うん、逆に綺麗な方、全然。でちょっとこれ再利用してこれ使いましょう。でタンクからの方は僕の手持ちのフィルターを一発つけてやると、そんな感じでいきます。ではでインテークやあのヘダースキャブをこっちが組んでいきたいのですが、その前にあそこ映ってるます、わかんないか、あのマフラーにあの切れ目が入ってるの見映ってますかね、微妙に。誰か知らないけど切ろうとして上がったのがあるんですけど、多分道具入んなくてあそこで止まっちゃってると思うんですけどね。あそこから排気が漏れるんで車検は絶対通らないですよね。今師匠に電話して聞いたんですよ。やっぱダメですよねって言ったらダメだなって普通に言われたんで、なんとかするしかないんだけど、マフラーこれ下に落ちねえんだな多分。ああ不便な作りになっちゃってるな。そこをなんとかしないと組めない、組めないよ。ほらこの中通っちゃってるもんでね、あっちこっち外しても下に落ちないんですよマフラーが。ほんで一本物で溶接されちゃってるもんで引き抜くこともできない。外すにはどっか切るしかねえんですよ。切るしかねえんだけど切れなかったんだね。これこれこれ、こんななくて切られちゃってんだ、反対側もね。うん、この状態で溶接して埋めちゃうかな。こっち側はなんとかできそうなんだけどな、反対側が無理ですよね。反対側がどこも入んねえだろうな、ここ、ここまでだもんな。いやでもなんとかやるしかないだろうな、 この状態で。なんだここ、配線がなんか一本ぶら下がってるぞこれ、なんだこれ。まあいい、後で見よう。参ったな。さっき言ったようにやっぱマスターシリンダーはメンバーが当たっちゃって絶対つかないと思うんだな。いや簡単に前の車屋さん車検1ヶ月でお願いしますなんつってたけど、できっぱげねえだろって話だよこんなの。メンバー困っちゃったな。なんでマフラー上通しちゃってんだ、下通しゃいいじゃないかよな。メンバーもなんで溶接しちゃうだか、取れるようにしといてくんないと。まあ、いったね。時間があればね、もうごっそり本当に作り直しちゃうんですけど、今そんな時間がねえからな。まあいいや、とりあえずこの状態でちょっと溶接してみましょう。ここでもうこんな隙間空いちゃってる。なんとかするしかないもんな。あ、どうしよう。あ、引っかかって出れない。はい。うん。ああ、参ったな。そう。